サム・クックはアメリカのソウル歌手、ゴスペル歌手、ミュージシャン。ミシシッピ州、クラークスデール生まれ。後に家族と共にシカゴに移住。父親は牧師であり、幼い頃から聖歌隊で歌う。19歳の時にゴスペルグループのソウルスターラーズのリードボーカルとなり、端正なルックスで、ゴスペル界ではアイドル的人気を博した。 ゴスペルのソウルスターラーズ時代には、先輩の R.H. ハリスや、センセーショナルナイチンゲールズのジュリアス・チークスらに影響を受けた。1957年に、ソロ歌手として、R、R&B に転向し、優先度 Me がヒット。これをきっかけに、R、R&B 界で数々のヒットを飛ばし、発展目覚ましかった、ソウル、R&B 界のスターとなる。 それまでの黒人歌手のスタイルとは一線を画した、洗練された音楽性で、声の良さと歌唱力も去ることながら、クック調と呼ばれる鼻にかかった歌い方は白人にも高く評価され、後世に大きな影響を与えた。1958年には、マネージャーの JW アレクサンダーと共に音楽出版社を設立。後には、SAR レコードを設立する。 R&B が流行した当時、黒人のアーティストは曲を作っても満足な対価を得られず、白人の会社に搾取されるのが通例だった中にあって、自らの著作権を管理するのは画期的なことであった。1959年にキーンレコードを離れる。1960年に RCA ビクターと契約するも、キーンレコード時代に録音しみ発表だったワンダフルワールドが、 同レーベルから発売されヒット。クックの曲は、ビルボードの R&B チャートだけでなく、ポップチャートでも上位に入った。1960年代には、チェーン・ギャング、ツイストで踊りやそう今度の土曜に恋人を、シェイクを全米トップ12送り込んでいる。黒人の権利に対する意識が高く、公民権運動にも積極的な関わりを持ち、 マルコム X やモハメドアリとも信仰を深める。1964年のア・チェンジーズ・ゴナ・カムはボブ・ディランの風に吹かれてに影響を受けて生まれた人種平等社会が訪れることへの期待を込めたメッセージソングであった。1964年12月11日、クックはロサンゼルスのハリウッドにある酒場で知り合った女性を別の店へ行こうと誘い出し、 そのまま、イタリア製の高級スポーツカーで、サウスセントラル地区にあるモーテルにチェックインした。酒場ではなく、モーテルに入ったことに驚いた女性はクックがシャワーを浴びている間に、追われないようにと服を隠した上で部屋を飛び出した。シャワーから出たクックはいなくなった女性を探し、全裸にジャケットと靴だけを身につけて、モーテルの管理人室へ押しかけた。この時冷水した状態で、 管理人の女性につかみかかるなど激しい剣幕であったため身の危険を感じた管理人が発砲、クックは胸部に銃弾を受け死亡した。その後の裁判では正当防衛と認定され、管理人は無罪となったが、その死をめぐっては後に多くの疑問が提された。クックの楽曲は多くのミュージシャンによってカバーされている。ローリングストーンの選ぶ。 歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて第4位。ローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100組のアーティストにおいて第16位。九首の選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて第15位。ありがとうございます。